そうだよ、こういうね話の中からまた何かを捕まえてくるんですよ、大事なことは。でこう触発されて、そうだそうだってまた発信する。それをこう繰り返していくと、同じ2時間がものすごいこう充実してくるのね。はい何話したの、喋ってもね、車の中にいたんだ。知らねえよ、その話こっちは聞いてねえんだよお話、はい、ちょっとだけです、一瞬ね、私結構、その通ってるお寺の、うん、信徒さんたちにわーんって言われても、ご住職にガンガン言われても結構めげないで、お寺行ってたんですよ、うん、でも今回のこのコロナ騒動で、うん、まあ、ここはなかったですけど、クレゾル液、うん、消毒臭い、あ昔の臭い、はいはいはい、ノイン臭い、おうおう、それがお寺の前に置いてあって、それで消毒して入ってくださいって、2週間ぐらい前からそういうのがあって、で、私は何気なく手突っ込んだんだけど、その匂いが取れなくて、もう3日間ぐらい、もうどんだけ一生分洗ったんだけど、もう一生分洗った一生分洗ったんだけど、臭くてで取れないんですよ、匂いが、うん、でもうお寺来るのやめようかなと思ったのね。でそんなことでそういうふうに思っちゃって、うん、なんて私って弱い人間なんだろうって思って、でもそのうちにそのなんかそのクレゾールのことをご住職がなんかツイッターかなんか載っけて、それを見た、日蓮召集の信徒さんじゃない人が、うん、今匂いのないクレゾールがあります、うん、送ってくれたんですよ。召集の信徒じゃない人が、それを今もう使って、全然その、臭くない、それで元に戻ってやめようかな。貴重な体験でありがとうございましたっていうか、ボンプっていうのはね、あれほど盛り上げ、5時間招待してる人がだよ、クレゾールで恐ろしいことなんだよ。もう来るのやめようかなと思った。だからこんなにしてちょっとしたことで、そう、体験するんだなっていう恐ろしさを瞬間味わった。だからそこはさ、さんのやっぱりあれだよな、一つの大きな宿業っていうかさ、この瞬時のいろんな問題に、このいいことにもバーンとこう反応するんだけど、悪いことにもドーンとこう反応しちゃって、うん、そう、なんで知らねえよ、なんで俺がなんでそんなことを知らなきゃいけねえんだよ。そういう業だっていうことよ。だ、命が綺麗な人っておおむねそういうこと言えるよね、うん、いいことにもドーンって影響を受けるけど、悪いことにもそのままストーンってこう入っちゃう。でそれでガーンって影響を受けちゃうっていうね。だからそれは言えるよ。命がこう濁ってるやつはさ、いいことにも別に感動しないけど、悪いことにも全然こう影響を受けないっていうものもあったりするわけよ、うん、まあ、強いっていうかさ、いろいろな面で免疫ができてるって。だからそれ戒めていくわけよ。そう、いい意味じゃなくてね、悪い意味でか弱い人ってこと。か弱い。だから戒めていくのよ。とにかくその一瞬一瞬のそのちょっまあ大したことじゃないじゃん、クレゾールの匂いなんて。本当言うとさ、成仏がかかってる話をさ、だけどそれでもその一番大事を。善につけ悪につけ法華経をするは地獄の業なるべしっていうね、もうポンってそれをこうすぐカッとなっちゃうっていうのをね、そこはやっぱり気をつけていくことよ。戒めていかないと、いつかはもうちょっと大きなものが来たら本当に足すくわれるかもしれないし、うん、まあ、やっぱり正代5時間って大事だよ。そういう、まあ、やれるならね、全員がやれってわけでもないんだけど、必要ですね、私今ね。そんだけやんないと、そう、保てないと思った、うん、よろしくお願いします。大抵しないでくださいよ、クレゾールごときでそんなのさ、頭使えばじゃん、自分でアルコール持ってって、私はこれで消毒しますでいいじゃないですか。何もダメなの、
そこのお寺ダメなの。それがそれでないとダメなの。エビデンス出してくださいって言えばいいんですよ。その科学的な根拠って、うん、そういう時は戦わなきゃやっぱり。だから ずるしてこういうので、うん、こうやって吹くっていうあのずるさがないんですよ、うん、すごい真面目なのそこは、うん、それ真面目っていうよりもさ起点が効かないっていうか応用が効かないっていうかね順応できないっていうか、うん、だからそんなんだったら来るのやめっかな。そこがね、そうむしろ逆にご住職に僕だったらその順々 とあの聞きますね。なぜこの臭いグレーゾーンじゃなきゃいけないんでしょうかと。臭いのはだから爪の中に入ってあの匂いが全ての菌をあの匂いがあのいいんですよ。匂いが全部こう爪の中の。でもコロッとその ツイッターの人から送られてきた匂いのしないのに変えたわけでしょ。つまり何かが納得さえすればコロッと変えられるってことじゃんか。それを本人はそう思い込んでるからそこをさ納得させるだけのやっぱこっちは戦わなきゃダメなんだよね。いやいや、え、反論しちゃうんで。ああ、反論っていうかあの根拠を持って順々と解いていくっていうことは大事だよ。誰に対してもパンって思ったことをパンって言っちゃうの。パンって、うんうんうん、こんなおかしいじゃないですかみたいな。そう言っちゃう。あのなんて言うんだろう、はいって言ってあのなんはいってできないの。おかしいと思ったのはえこれこうだからこうでおかしいでしょって必ず言っちゃう自分がいて。でもそれはあの論理的にちゃんとさあの辻褄が通ってれば通ってる。おーすごい。で結局その善につけ悪につけ法華経するは地獄の業なるべしってことはよく読んでいくとさそういう意味ってあるわけだよ。そのクレゾールじゃとってもじゃないけど無理だなと、で理不尽だとってことは善なんだよその考え方はね。だけどもそれでも法華経を捨てるってのは地獄の業なんだよ。だからどんなに正当性があったってあるように思えることでも法華経から離れようとするっていうことは結局悪だよって言ってんだよ。だからそしたらこの小善、まあ、いわゆる小善 小悪っていうものにとらわれて 大悪を起こすことはいけないよっていうことを言われてるわけじゃん。そしたら人間なものいろんなみんな考え方があるんだからさ、ご住職であろうが在家であろうが何であろうがだよ。そしたらそこは順々とやっぱりねこの忍耐を持って解き続けるってこと大事ね。感情でバーンじゃなくて、いや、うん、感情じゃダメな。感情では人は絶対に動かないからやっぱり仏法と申すは道理なりだよ。道理としてあのクレゾール以外でも十分殺菌効果のあるものは世にたくさんあると。でもその例示するとちゃんとプレゼンもするとそういう中で、だって現にそんなお他人様のツイッターのその送られたものでパーンと変えるんだから何か納得したわけですよ、きっと科学的な根拠として。あ、匂わなくてもええんじゃんみたいな。その人はだから立派ってことだよ。その変えさせちゃったわけだよね。ないのに、つまり何か根拠を持ってたってことだよね。これでも大丈夫なんですよっていうその裏付けはって言ったら、うん、確かにその通りじゃってことになったわけじゃないですか。そういうこの訓練って必要だよ。それは対社会に対してもそういうものは全部生きてくるしさ、釈迦だってそうだよね。要は相手を入信させるには相手が総合的に確かにそうだよなって思わせていくことが釈迦業だからさ、それにはそのいいのよもう金が本当いいのよで、まあ、入る人もいるよ。だけど大勢の人はそれでは救えないよね。やっぱり死の子の言うのもいたりいろんな言ったり、あるいは何かその根拠出せとかまあいろいろ言うわ。そしたら大丈夫ですよって言って、もそれはそれでこういうことでこういうことで絶対に信仰は必要だし、中んずく正しい信仰を持たないと幸せになれないんですよってことを感情論とだけじゃなく反論できないこの資料をずっと積み上げてってやるべきですよ。ね、これはまた楽しいわけですよ。それをこう相手が うんなんて言った日にはさ、で、ちょ、分かったってなった日にはもう最高に喜びが出るわけだね。だから釈迦のそういう幅を広げるためにもそう一個一個の出来事をさこうパーンと取ってパーンと返さないってことよ。パーンとまずは受け止めて
でその最悪の選択をすぐしちゃうっていうその癖で、それはもう、もう一番やっちゃいけないんだよね。大地獄の号までしたからさ。だからその手前のところで一生懸命踏みとどまる訓練、どうすればいいんだろうと、これクレゾールの壁、これをどうすれば崩せるかっていうふうにさ、で一種のそれも全知識だったかもしれないよね。全てはそう捉えれば、全部妨害から障害から困難から全部が全知識だから、全部が信心を鍛えてくれるための前に向こうと思えば、それをもうすぐもすぐ気になるすると、あんやめたもうって、こうそれはね、いざという時怖いですよ、その傾向は、ね、怖い。だから昨日話したのは、退転する傾向は何だっけ、臆病と物を覚えずと、それから欲深と、あとはもう一個が、臆病で物を覚えず、物を覚えない、欲深い、欲深い、疑うもの、あ、まあ疑う、まあこの疑うってことだろうな。何が起きたってさ、そのまあ信心をやめようとは思わなかったかもしれないけど、お寺来るのやめようって似たようなもんだよな。だからクレゾールがある間はそうか、限定付きのね、まあそれはそれで一つの選択肢かもしれないよ。逆に俺なんかドキン、あ、ドキンじゃねえや、デキン食らっちゃってお寺に行けないんですもん今。で他支部のお寺には行かせてもらってるわけだけど本寺には行けないんですよね。新幹線を使ってくるものは産経を遠慮してくださいだから、俺じゃねえかって、これ俺残っちゃねえかってことになって、うん、できんですよ。よしだったらっつって、もう今3週間ぐらい以上籠城してますもんね、自分家で全部買い込んで、ほんで正代六感症の勉強動画を作る、もうこれで一日中あっという間に終わる。ほんでその間にはそうやってさ、あの昇進会の総代夫婦ですよ、ビッグビッグなの来たわけですよ、ロト6じゃねえんだよね。